はい、キヨンです。今回は、走り方を改善して変わることとは、動き作りは何に役立つというテーマでお話をしていきます。走り方というものはですね、これまであんまりどちらかというと取り扱ってこなかったテーマでもあるんですね。で、どちらかというと、その理由の背景にあるのが、そのトレーニングの理論とかね、そういうのを結構お話をしてきましたけれども、走り方、つまりその走技術ですよね。走る技術に関しては、特にこう長距離走とかマラソンに関しては、そんなに大きなウェイトって占めないからなんですね。なので、これまで取り扱ってこなかったというわけなんですが、とはいえですね、これによって、変わる部分っていうのはあるのもあるんです。はい。で、今日はですね、その走り方っていうものを改善することで得られるメリットだったりとか、そのポイントっていうのをお話をしていきたいと思います。あとはね、走り方を改善するためにその動き作りというものが、結構ね、有効なんですよ。で、この動き作りに関しても今日はちょっと、どういう効果があるのかとか、あとは注意点とか、こういったところについてお話をしていきたいというふうに思います。で、この動画を作ろうと思ったきっかけっていうのが、先日ですね、練習会をちょっと行っているときに、その参加者の方がですね、その私の練習会で絶対動き作りを最初にやるんですけど、その動き作りをやったことで結構動きが変わってですね、本メニュー、その後のランメニューがすごく楽に走りましたと。で、やっぱり動き作りって大事ですね、みたいな話になって、そこで結構いろいろお話をしている中で、でも確かに動き作りとかやって走り方、走技術を改善することで変わることってあるよな、というふうにもね、思った部分もあったので、今回こういう動画を撮らせていただいております。まずですね、走り方に関する真実ということからね、お話をしていきたいと思います。真実はいつも一つとありますけれども、ここではですね、3つ挙げているわけです。はい。まずその一つがですね、走技術が全体の 5% から 10% 程度ですよという話です。これは走技術というものは、その長距離走マラソンの走力を決める要因のうちの 5% から 10% ですという話ですね。少ないですね。少ないんですけれども、とはいえですよ。少ないんですが、じゃあ走り方どうでもいいのかというと、どうでもよくはないんですよ、これ。なんでかというと、走り方が良くなる、走技術が向上するという言い方をしますが、走技術が向上すると、ランニングエコノミーが改善するからなんですね。ランニングエコノミー。はい。皆さん、わかりますかね。この動画、私のね、チャンネルを見ていただいている方だったら結構わかる方も多いと思いますが、簡単にお話をしますと、ランニングエコノミーっていうのは、あるペースで走った時の酸素消費量のことです。だから、イメージで言うと、車の燃費みたいなものですね。リッター何キロみたいな感じです。燃費が上がるということは、1リットルで走れる距離が伸びるということですよね。全く同じ考え方です、それと。あるペースで走った時に、どれだけの酸素を消費するか、つまり、どれだけ省エネでいけるかということです。で、人間の体って、特にその有酸素運動をする時っていうのは、やっぱりこう酸素を使ってエネルギーを生み出すんですね。で、酸素ってすごい大事なんですよ。やっぱり酸素があればあるほど大きなエネルギーを生物っていうのは生み出せます。人間に限らずその、進化論の過程で、それこそね、何億年前だろうか、ジュラ紀とかのもっと前か、数億年前に、もともと海の生物ってね、動物は海の中にしかいられなかったんですけど、やっぱり植物とかバーッと増えてきた時代に、今よりももっともっとこう緑が多かった時代だと言われていますが、すごくね、酸素が多かったと。で、その酸素が多かった時に、初めてこう海の生物がこう陸地に上がった。両生類の誕生ですね。で、そこからその陸地には海と比べてもっと多くの酸素があったと。で、その酸素を使って、その両生類はだんだんと爬虫類とか哺乳類っていう感じでこう分かれて、茎進化でバーって分かれていって、っていうような、ちょっと生物の話になっちゃうんですけど、分かれていくと。で、そこから昔の太古の時代、恐竜時代とかって、ティラノとかいた時って、体が大きかったじゃないですか、どの生物も。あれっていうのは、その当時の酸素濃度っていうのが今の数倍あったからというふうにも言われてるんですね。これは一説なんですけど、そういうふうにも言われていると。それぐらいやっぱり酸素っていうのは大きなエネルギーを作り出すのに、大事な存在です。で、長距離走マラソンにおいてもこう酸素というものはめちゃめちゃ大事だということなんですが、その酸素をどれだけ効率よくエネルギーに変えていくかということが、むっちゃ大事なわけですね。で、ランニングエコノミーが向上するというのは、その酸素を無駄遣いしないということですね。酸素を効率よくしっかり的確にエネルギーに変えるということに直結をする。つまり、長距離走マラソンでは酸素をどれだけ体内に効率よく運べるかとか、酸素でどれだけエネルギーをミトコンドリア内で効率よく作れるか。
これでタイムっていうのがめっちゃ変わるわけです、はい、だから酸素無駄遣いする人っていうのは、まあ、もちろんタイムも落ちるというわけですね。そういう意味では走り方が良くなる、走技術が改善すると、まあ、酸素の無駄遣いがなくなるんですよ。だから必然的に今と同じ練習をしてたとしても、まあ、タイム上がりますよねという話ですということです。だからそれがいわゆる一番下の持ってるものを最大限発揮することにつながるということです、はい、それはまず一つはそのランニングエコノミーの改善によって、そのあれですね、酸素消費量が少なくなると、少ない酸素で大きなエネルギーを生み出せるようになるということがまず一つ、はい、まあ、エネルギーの生み出すということに関してはその代謝システムですね、はい、有機的代謝というものが大きく絡むんで、まあ、このランニングエコノミーではまたちょっと別の話になるんですが、その生み出したものをより少なく使うというか、まあ、少なくというか、その何ていうんですかね、無駄遣いしないということですね。だからエネルギーを生み出すのは代謝なんですよ。代謝というものを使って、まあ、代謝を使うというか代謝を起こして体の中でエネルギーを使います。で、代謝、まあ、酸素を使って代謝をしてエネルギーをこう生み出した、で、そのエネルギーを無駄遣いしないためにはランニングエコノミーというのが必要なんですよということです。だからそれが改善することで持っているものをより最大限発揮することにつながるということと、で、プラスですね、やっぱりその走り方が良くなる、走技術が向上することによって、その足の温存にもつながるんですね。やっぱりその走技術がまだ未熟というか、そのまだね、なんかうまくこう掴めてない場合で、その接地もやっぱりどうしてもこうポフッとついてしまいますし、やっぱりその足の無駄遣いにつながってしまうような、そういう走りっていうのがあるんですね。まあ、設置したところに体の乗り込みが遅れてるとか、やっぱりこういうことの積み重ね、ランニングってやっぱりそのまだフルマラソン走ったらね、3万歩4万歩っていうような歩数刻んでいくことになりますん で、そうなってきた時に、その一歩あたりのそのズレというか一歩ごとでですね、やっぱりそのちょっと打つの、まあ、無駄があるという状態だったら、やっぱりその持っている力っていうのがその最大限発揮されづらくはなってしまうということなんですね。その辺も走り方、まあ、走技術を向上させていくことによって、まあ、ある程度こう改善していくことができるんじゃないかなというところです。はい、では走り方を改善するための方法ですね、ちょっとお話をしていくんですが、どうやったらね、走り方、走技術っていうのが高まっていくのかってことなんですが、まず第一に練習量と練習密度の向上です、これは間違いないと思います。やっぱりですね、その人間の体っていうのはある動きを反復することで、その動きっていうのをどんどん最適化していくようにできてるんですね。で、これはやっぱりその神経回路の発達っていうところにつながっていくんですけれども、やっぱりその練習量と練習密度が増えることで、その体が勝手に楽しようとするんですよ。で、楽な動きっていうのをこう見つけようと、まあ、必死になるわけですね。で、そのおかげで、まあ、ある程度ある種勝手にですね、あの走り方っていうのは良くなっていくと。だからまずは練習量練習密度を増やしていけば、勝手にある程度走り方っていうのは良くなるんですね。とはいえ、まあ、その中でも走る動きって、まあ、走る動きなんですよ。どういうことを言ってるかというと、走るといういつもやってる動作以外のことはしないわけですよ。っていうことはですよ、元々の走りの動きがいい人もいます、はい、なんですが、そうじゃない人もいるんですよ。やっぱり、まあ、ランニングっていうのにずっと馴染みがなかった人とかっていうのは大人になってから走り始めたりすると、やっぱりその元々走りの癖みたいなのがあったりもするんですね。で、走りの癖がもともとあったりとかすると、それをずっと同じ動きを繰り返していくと、ただただその癖がずっと残っているままになってしまうんですよ。とか、やっぱり設置の時に状態がちょっと乗り遅れる癖があったりとか、そういう良くない癖っていうのを持っている方もいるので、そういう場合はやっぱりそのただただ走るだけではその癖ってなかなかこう治らないというか、そういうもんなんですね。なぜならその悪いというか、その癖、良くない癖の神経回路っていうのがもうそこで構築されちゃってるからですよ。だから繰り返せば繰り返すほど良くない動きをずっと繰り返しちゃってるみたいな状態ですね。これだったらあんまり良くないので、そういう時にこそ動き作りというものをまあ導入していこうというわけですね。で、動き作りは何に役立つかっていうと、そういうとこなんですよ。新しい神経回路を構築するためなんですよ。だからそのあんまりいい動きじゃないというか、いい癖じゃないものが残ってる人でも正直めちゃくちゃ多いんですよ。これは私もそうなんですよ。で、そういうのを何ですかね、ランニングって一歩一歩は 0. 何秒の世界なんで、走りながらいちいち意識するって難しいんですよ。だからこそ動き作りは走りの動き、ランニングの動き、結構複雑な動きしてるんですよ。複雑な動きの複合体がランニングという動きです。だからそれを丸々意識するのは難しい。だからこそ分割するんですよ。走るという動きを分割して、
腕振りを分割した動き作りとか、肩甲骨と骨盤の連動にフォーカスした、そこに特化して分割した動き作りとか、接地にフォーカスした動き作りとか、こういうふうに細かくですね、走りの動きを分割して普段やらない、走りではやらない動きをやるということで、新しい神経回路っていうのが体の中に出来上がる。で、それを出来上がった上でランニングをすることで、その普通に走ってるだけでは手に入らなかった新しい神経回路っていうのが手に入るわけです。で、それが悪い癖の、修正にもつながるし、その結果経済性のある走りを手に入れることができるというわけなんですね。だから動き作りっていうのは、それをやって劇的に速くなるとか、元持ってる以上のものを出せるようになるとか、そういう話ではなくて、そのこれまで自分が何ですか、やろうと思ったらできるんです、できるんですけど、自分の神経回路の中には記憶されてなかったその動きっていうのを覚えさせるために分割してやる、それが動き作りというものです。はい、そういうものなんですね、動き作りというのは。それを理解して上でやるのがめっちゃ大事。私の練習会とかでそれをしっかり解説をしているんですけど、それをしっかりね、教えてくれるコーチの下でやるというのが大事ですね。で、その動き作りをやる時の注意点もちょっと同時にお話しするんですが、これもね、動き作り、YouTube とか調べたら正直めっちゃ出てきます。動き作りは。めちゃめちゃできます。例えば、ね、体のこういう部分を使って走るにはこういう動きだとか、あるんですよ。いいんですよ。大体どの動き作りも別に理にかなったこと言ってあるんですよ。なんですけど、受け取り手として絶対に知っておかないといけないこと、意識しておかないといけないのはまず一つ目、意識の先を明確にしましょうということです。めっちゃ大事です。これはこれできてないんだったら動き作りやらない方がいいっていうぐらいです。例えば、具体名出すと、三塚さんとかね、私教えるのうまいなと思うんですよ。三塚さんめっちゃうまいなと思って、三塚さんとか、お尻の使い方の動き作りとかやったりするじゃないですか。見て、私も勉強させてもらってるんですけど、やっぱりね、すごいいいなと思うんですよ。で、三塚さんちゃんと意識する先も言ってくれてはるのでいいと思うんですけど、とはいえ、その解釈の仕方っていうのが、やっぱり動画ね、見て、ちょっと変わってきたりとかすることもあると思います。で、例えばですけど、スキップとかやるにしても、下半身のこの動きに意識を持っていくのか、それとも、私はよく練習会で言うのは、肘に意識持ってくださいって言うんですね。なんでかって言ったら、スキップ何のためにやるのかってことから考えると、スキップして、上半身と下半身の連動をしっかり整えるために、私はスキップっていうのを入れるんですよ。で、そのためには、肘が体の真横を通過するタイミングと、足が接地するタイミングをピタッと揃えたいんですよ。で、揃えることによってもう片方も揃います。で、これによって走ってる時に接地のタイミングと腕振りで体の横を通過するタイミングっていうのがぴったり合うから、要するに上下の連動っていうのがうまくいきますよということになるんですね。そういうふうに、でも今の動き一連で解説した中で、じゃあ私はどこに意識持っていってくださいって言ったかというと、肘なんです。それも利き手の肘だけでいいんですよ、ここだけ。だからスキップっていうのは全体で見たらああいう動きなんですけど、意識を、脳から意識を送ってる先ってここだけなんですよ。で、こういうのをちゃんと明確にした上で、今この動き作りはどういう目的で、体の具体的にどこに意識を持っていくべきなのか、これ明確にした上でやらないと、動き作りっていうのはかえってマイナスになったりするんですよ。だから練習会とかでも動き作りやってるとこも多いと思います。で、そういうのをちゃんと教えてくれるコーチの下でやるのがやっぱりいいんですけど、やっぱりその自分で独学で調べてやるっていうのも全然いいんですが、やっぱりそういうところをちゃんと意識をしてやるっていうのはめちゃくちゃ大事です。で、もう一つのその意識を、ちゃんとそれが持っていく先として正しいかどうかっていうのもやっぱり合わせて考える必要はあると思います。次に動き作り、やっぱり見てやるじゃないですか。その時に動きを音として捉えるっていうのは、これ結構大事なんですよ。練習会とか私もよくやるんで、いろんな方ね、見させていただいてるんですが、真面目な方ほどですね、動きが硬いんですよ。で、動きが硬いのはダメなんですよ。ランニングで動きが硬いのは致命的です。ランニングとかどんなスポーツでもそうなんですけど、動きが硬いっていうのは体が硬いっていうのとちょっと違うんですよ。で、皆さんね、体を柔らかくしようというふうに思う方も多いですね。体柔らかい方がいいと思う人が多いんですよ。例えば関節が柔らかい、前屈がめっちゃできるとか、これいらないです。全然いらない。はい、全然いらないというか、別になくてもいい。長距離でこれ別にそんな関節硬くても全然大丈夫ですからね、長距離っていうのは。むしろ
硬くても大丈夫っていうよりかは柔らかいメリットがあんまりない、関節に関しては。ただ動きは柔らかくしてください。で、動きの柔らかさと関節の柔らかさは一緒じゃないかと思われるかもしれないですけど、これ違うんですよ。例えばここにペンがあります、はい、このペン、これね、視点をどこに持っていくかで柔らかさが変わるんですよ。ここに視点を持っていくとしましょう、端っこね。だったらこの状態で上下に動かします、まあ、こういう動きですよね、普通に。なんですが、この視点を真ん中に移します。するとこれで上下に動かすとちょっとね、なんかこうグニャグニャしたこう柔らかい動きになると思うんですよ。こういうことです。鉛筆やらなかったですか、昔。こういうの持ってこうやってグニャグニャみたいな、これが動きの柔らかさなんですよ。走りでもこの動きの柔らかさっていうのをぜひ意識していただきたい。で、柔らかい動きをやるためのコツ、動き作りからやっぱり動き柔らかい動きやっていかないといけないんですけどそのコツとしては、動きを音として捉えるんですよ。例えばこの動き、この動きね、これをサッなのか、パッなのか、シュタッなのか、のそなのか、全然印象変わりますよ、この動き、音によって。ご自身の頭の中で音に変換して動き作りを見るっていうのは、これめっちゃ大事です。はい、これも意識してください。もう一つ最後、必要な動きをやるということ。逆に言うと、これはやるべきではないことはやらないということですね。やるべきではない動き作りあります。長距離にとって不要な動きとかあります。そういうのをむやみに取り入れてしまうとマイナスになります。なぜならいらん動きが走りについてしまうからなんですよ。これめっちゃ難しいぞ。いらん動きついたらこれ抜くの大変なんですよ。だから不要な動きはぜひ入れないように気をつけてください。ということで、ちょっと話をまとめていきますが、まず走り方の改善っていうのは何なのかってことなんですが、持ってる力を最大限発揮するために効果的だということです。だからランニングエコノミーの改善で経済性を手に入れる、持ってるもの以上を出すためのものではないということです。それは代謝システムの改善とか筋持久力の向上で、そもそもの自分のマックス値を上げるというのはそういう話です。走り方っていうのはマックス値を上げるということではないです。その代わり、その代謝とか代謝システムの構築で向上で、より大きなエネルギーを生み出せるようになりました。そのエネルギーをより経済的に使うために必要とか、足を後半まで貯めておくために必要とかっていうような感じが走り方です。はい、そこをしっかり理解してください。そしてそのためには動き作りで、走るという動きの中だけでは手に入らない動きを体にインプットさせましょう。それが新たな神経回路の構築という意味です。最後に、動き作りというのは意識とか目的を明確にしないとかえってマイナスになりますよということです。はい、これも意識した上でぜひやるなら動き作りをやってください。でも動き作り自体は私はおすすめです。結構やってます、私も練習の中でも。で、練習会でも動き作り毎回入れてますから、だから練習会来ていただいてもいいですし普段からね、動き作りご自身で調べてやるのもいいかなと思いますいいかなと思います。すいません、さっき殺虫剤巻きまくったんでちょっと喉がやられてしまったんですけど、はい。ということで、今回動画の内容としては以上です。最後に皆さんにお知らせです。動き作りに関して今日はお話をさせていただいたんですが、ちょうどですね、この動画を出すのが、おそらく今日か明日、その当日になってるかもしれませんけれども、5月17日から5月19日までの3日間限定で、その走り方改善プログラムという新しい講義、私が講師をさせていただいて、お届けしています。こちらの講義はですね、合計の約ね、動画時間は3時間ぐらいあるんですが、そのうちの最初の1時間半ぐらいが、座学、講義で、今日お話しした走り方の改善というのが何につながるのかということとか、走り方をどのように変えていったらいいのかとか、その注意点、動き作り注意点とかをもっとね、もっともっとちゃんと細かくというか詳しくですね、解説をして、座学となっている部分と、その先ですね、実演解説をやっています。動き作り実演解説してます。で、これを、ちょっと走りのバランスを整えるための動き作りとか、あとはですね、ストライドを広げるための動き作りとか、重心移動をしっかり身につける動き作りとか、カテゴリーごとに分けたドリルでちゃんとプログラムにしてまとめているような内容となっております。だからこういう座学と、そして実演解説っていうところがセットになったこの走り方改善プログラムですね、こちらを2200円で受講できるようにさせていただいております。ぜひですね、この機会にしっかり長距離ランナーとしていい走り方をね、手に入れたいという方はマラソンオフシーズンのこの間に受講して、やってみてください。ぜひ本編をご覧になりたい方はこちら ご受講をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。
この虫めっちゃおるな。何これ。おっと。おっと。てめえ。こいつ。この野郎。体がよりどうしたら楽に走れるかみたいなことを。おっと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 。何匹おんねんこれ。何匹おんねんや。まだおってんの。やば。どっから入ってきてんのこれ。マジで。